小さなななちゃんは甘えん坊の泣き虫さん。ななちゃんがえんえんと泣くたびにママはおまじないをかけてくれました。むむ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 ーにー。ななちゃんはピタリと泣き止み笑顔になるのでした。ママはななちゃんのために誕生日にクマのぬいぐるみを縫いました。もうななが延々しませんように。むむ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 ーにー。そう言いながら手渡しました。よろしくねムーニーちゃん。いい名前ね。ママも嬉しそう。それからはご飯の時もねんねの時もずっと一緒。まるで本当の弟みたいにいつも仲良し。たくさんたくさん遊びました。でも大きくなってお友達が増えるたび、ムーニーちゃんとの時間は少なくなっていきました。そしてある日、ナナちゃんはムーニーちゃんを小さないとこに譲ることにしました。その子が大きくなるとまた別の子に譲り、そしてまた他のお家へ。いろんなお家を巡るうちに鼻が取れ耳が取れ、だんだん色がくすんでいきました。次に手渡されたのはお腹の大きな女の人、ムーニーちゃん。なんとその女性は大人になったナナちゃんだったのです。真っ白なタオルと糸でムーニーちゃんをきれいに縫い直しました。耳も鼻もなくなってしまったけど、そこにあるのはムーニーちゃんの面影。出産に向け不安な日々を過ごすナナちゃんはムーニーちゃんを抱きしめました。その時奇跡が起きました。ナナちゃんの思いでムーニーちゃんに命が吹き込まれたのです。これからは僕がナナちゃんの幸せを守らなきゃ。ムーニーちゃんは生まれた赤ちゃんのそばにいつもついていました。いろんなお家を回ってきたムーニーちゃんは赤ちゃんの気持ちがよくわかるのです。みんなに見守られて赤ちゃんはすくすくと育ち、やがてお友達もたくさんできました。もう大丈夫だね。ムーニーちゃんはそんな姿を嬉しそうに見つめました。世界中の赤ちゃんの幸せと成長をママのような愛と優しさで守りたい。そう決めたムーニーちゃん。むむむむむむむムーニー。ムーニーちゃんはナナちゃんのお家に別れを告げ、次の赤ちゃんの元へと旅立っていくのでした。